はい、ワキャリダイエットのマコネーです。今日はちょっと風が強いね。しかも、今日は傘を持ってくるの忘れた。まだ家の部屋の前だからね。あのマンションの前だから、パトリー行けるけど、今日はね、もうちょっとこのまま行きたいと思います。はい。まさに今日は決戦の日。決戦の日って何だろうっていうふうに思われる方もいるかもしれませんが、私自身3年ぶりぐらいに今日は、ステージの上に立ちます。はい。まあね、どれくらいのステージの規模かはちょっとわかんないんですけど、まあまあもちろんね、何万人も集まるようなところじゃなくて、多分ね、集まったところで1000人、2000人、いや、1万人いるかな、みたいな。まあ私の住んでる長岡の隣の小千谷市っていうところにある、小千谷市のね、イベントに出演します。はい。で、まあね、私のプロデューサーの位置が、関わってる、ダンスチームのダンスの前に、15分お時間をいただいて、まあ、その中で、3年ぶりということで、まあ、元気ですよという挨拶と、2曲ぐらい歌っててくる、2曲か3曲歌ってくれと言われています。はい。まあね、じゃあ音源は、って、まあこれとこれ歌うけどって言って、まあ音源は1の方で準備しとくって言ったんだけど、なんかそれがうまくいってないみたいで、まあ音源がなかったらなかったで、アカペラで乗り切ろうという、算段なんですね。うん。で、まあもともとね、それが決まったのが本当急で、2日3日ぐらい前だったので、まあね、ずっと、歌も歌ってなかったし、昨日慌ててカラオケボックス行って、可能な限りね、全力で歌ってみたら、まあ、音域は狭いし、そう、声は出ないし、高い声はすぐ潰れるし、で、低い声も伸びないし、これはちょっと、毎日、発声練習したところで、こんなのまともに人前で歌えるようになるのに、1ヶ月、2ヶ月かかるべね、という感じの状況で、もう、鼻から、ベストコンディションで歌うことはちょっと無理だな、とか思ってるんですけど、まあ、まあ、1のチームにバトンタッチする、つなぎですかね。そう、ブリッジでしかないので、そう、まあ場を温めると意味も場を温めるためにちょっとね、トーク混じりで2曲歌ってつなごうと思ってます。で、まあ1にお願いしたのは、愛の印、パフィーのね、愛の印と、荻野目洋子ちゃんのダンシングヒーローなんですけど、まあここ2日か3日間ぐらいね、とにかくね、詩を覚えて歌えるということを全力でやってきたんですが、まあ、1がね、音源をちょっと確保できてないということで、今ね、だいたい YouTube から、YouTube のね、カラオケ音源で、まあ、そういうステージ流すことができるんですよ。うん。まあ、そんな難しいことじゃないから。そうなんだけど、まあね、YouTube のカラオケ音源で、合わせたことない音源でいきなり歌詞もなし、バッて歌えって言われたらちょっと歌える自信がないのね、正直。まあ、カラオケボックスみたいにメロディーラインが入ってれば、まあまあまあ、まあ、メロディーライン聞きながら、まあ、歌詞をうろ覚えでもなんとなく思い出しながら、まあ、私も一発だけども、聞いてる方も一発なので、まあ、そこで多少歌詞が間違ったところで、まあ、聞いてる人は、あれ、間違ったなぐらいなもので、まあまあ、大体スルーなんですわね。うん。なので、まあ、そうやって、なんとか乗り切ろうかっていう感じだったんだけど、そもそも、YouTube からの、カラオケの音源
んで、全くどんな音源かもわかんないのをいきなり流されて歌うっていうのも、さすがにね、ちょっとね、もう不安の方が多すぎて、不安の方が多すぎて、ちょっとそれは無理かも、みたいなのが、まあ正直なところなのよ。うん。まあ、それで、まあ、私の中では、もしね、当日行って、どういう人が他に出演してて、どういう感じのイベントかも全然わかんないの。うん。正直。まあね、一のあのプロデュースの時は、違うさ、私に声かける時は、まあ大体困った時に何とかして、みたいな。困ってるから助けて、みたいなのが多いから、まあまあ、その15分をどうやって盛り上げて繋げようかっていうことが、まあ最優先で、さあ困ったっていうのが、まあ正直なところ。まあそれで、他の人がどういう歌を歌うかわからないから、結局、そのね、愛の印なんて今さ、TikTok とかさ、YouTube ショートムービーとかで、まあバズりまくってるから、まあ同じような愛の印を歌う人がいるかもしれないじゃん。で、まあ、ダンシングヒーローも、まあ、ダンスミュージックだしね。何年か前に、再ブレイクしたばっかりだから、まあ、歌う人がいるかもしれないじゃん。まあ、それで、もしダブったら、まあ、裏技で、私のトークに、アカペラの歌を入れて、乗り切ようかなっていう風、第二案があったわけよ。そう。それで、まあ、そもそもその、一発音源で、まあ、チャレンジするのがなかなかリスキーだなと思ったから、まあ、その第二案で行こうかなとちょっと思ってて、この第二案を、これからね、本番つもりで、練習しようと思っています。の練習する内容を今日は収録したいと思ってるんだけど、まあ、さすがにね、それなりに大きい声で歌ったりするわけだから、うん、ちょっとね、まあ、民家が多い、ここら辺。しかも今日はね、ちょっとそんなこともあって、ちょっと早めに出たので、今4時20分ぐらい。うん、まあ、こんな朝早くから、まあ、普通に喋っててもうるさいと思われるかもしれないけど、そう、でかい声で歌ってたらね、なおさらね、うるさいですから、まあ、ちょっとね、橋の上まで行ってから、まあ、本番さながらにね、歌詞カードも持ってきたので、まあ、それを見ながら、ちょっと歌ってみようかなと。歌ってみようというか、やってみようかなと思ってます。だから、まさにね、本番前のゲネプロよ。ゲネプロでいいよね。そう。本番前の最終テストがゲネプロだよね。うん。もしかしたら間違いがあってかもしれないけど、まあ、本番前の最終リハーサルを、この、ポッドキャストでやってしまおうと思ってます。まあ、頭の中にイメージはあるんだけど、まあ、それを自分で喋ってみて、まあ、後でもう一回聞き直して、本番修正して、まあ、どこまで修正かわかんないけど、まあ、やってみようというのが、まあ、今日のね、ポッドキャストの趣旨です。はい。そのわけでね、まだ橋のところまで、まあ、片道あと5分ぐらいはかかると思うので、ね、5分だらだら喋っていきますが、そう、今日歌うつもりでいるのは、アカペラで歌おうと思ってるのは、まあ、なんか、私がね、昔からよく、独り言のように歌ってた曲ですわ。はい。だからって、歌詞を全部覚えてるわけじゃなくて、なかなか歌ってるうちに、どんどん歌詞がさ、適当に、私流にアレンジされちゃってて、本当の正しい歌詞が全然わかんないの。うん。だから、まあ、歌詞カード持ってきて、お客さんにはね、最初から第二プランを作ってたなんてことを言わずに、そう、いや、実はね、来たら、被ってる、歌ってる方がいっぱいいらっしゃるし、みんな先輩だし、そう、私みたいにね、パッと来た人がね、突然、同じ歌を歌うってのはあまりにも申し訳なくて、今日はちょっと別のプランでやってみたいと思います、みたいな感じで。もう本当、アクシデントがあったように話していこうかなと思ってます。そう。まあ、そうすればね、位置も後で困ることはないと思うし、そう、まあ、私がね、こけても、まあ、それほど痛くないと。そう、まあ、他の人迷惑かけることないし、うん。まあ、そんなわけで私が歌おうと思ってるのは、
中森明菜さんのナンパ戦と、プリンセスプリンセスの M。まあ両方ね、お別れの歌っていうのもどうかと思うんだよ、春にね。どちらかというと両方とも秋の歌だよねって感じなんだけど。まあだってさ、そう、ラップテンポでね、イケイケゴーゴーっていうのさ、普段からさ、そんな口ずさんだりしないんだもん。そう、まあそれで、まあ、最初に、ナンパ戦を歌って、次に、M を歌おうと思うんだけど、まあ、ナンパ戦はね、っていうか、私さ、もともと加藤登紀子さんが好きで、ナンパ戦を聴くようになったのよ。そう、で、だんだん、岡間バーのお姉さんたちに影響を受けて、明菜ちゃん好きになっていったんだけど、もともと明菜ちゃんそんな好きだったわけじゃないわけよ。で、まあ、明菜ちゃんの今ね、明菜ちゃんで、昭和史上一番売れたライブムービーの、ライブムービーの記録を持ってるのね。で、その一番売れた1987年だったかな、もうちょっと後かな、の、ライブ、が、今ね、映画館で公開中なのよ。で、私ね、今日それを見に行くのよ。自分のライブやった後に。そう。まあ、その話をちょっとして、まあ、おかんまばでね、働いた頃に、なぜかね、私より年上のお姉さんたちは、みんなあきなちゃん大好きでさ、みたいな話から、私もちょっとずつあきなちゃんを好きになって、今日ね、これ終わってから、あきなちゃんのライブ映画を見に行くんですよ、みたいな感じで。そう。まあ、そういうわけで、私がね、普段から口ずさんでて、まあ、多分ね、歌詞から飛びながらだったら、アカペラでいけるんじゃないかなと思ってる曲を、2曲歌いたいと思うんですが、1曲目は、アキナちゃんの、加藤登紀子さん、作詞作曲で、アキナちゃんが歌ってた、ナンパ戦を歌いたいと思います、みたいな感じで、ちょっと歌ってみようかなと思ってます。はい。まあ、それで歌い終わったら、そう。歌い終わったら、まあ、私もね、普段からもう、私も48なので、もうね、両手両足、みんな、飽きっぱなしで、そうそう、まあ、ただいま、私でも付き合ってみたいと思う人を募集中です、みたいな話から、そう。まあ、唯一ね、右手だけ今、半分埋まってるんだけど、私はあんまり器用じゃないので、許容範囲は4人までって決まってるんです。両手両足。まあ、そんなわけで、まあね、私はね、私は年下のイケメンくんとか、頭の良さそうな男の子とか苦手。頭のちょっと残念そうな。いや、そこはダメだな。まあ、自分の年下の子たちは苦手で、もちろん、女の子もね、まあ、私はどっちかというと好きになってくれれば、私のことでも、誰でも、ね、相手が男だろうが女だろうが、ワンちゃんだろうが猫ちゃんだろうが、好きになることができるんですが、まあ、コミュニケーションが取れるものだったらね、二次元世界のね、二次元とか三次元世界、二次元世界のさ、悟空とか、ベジータとか、まあ、そういうのはダメですよ。そう、私が一方的に好きになるっていうものは、まあ、対象外ですけども。私のことを一方的に好きになってくれるものだったら、まあ、男性でも、女性でも、ワンちゃんでも、猫ちゃんでも歓迎です。みたいな感じで、話していって、まあ、右手はまあ、もう右手はね、ちょっと今、下がってるんだけど、まだ両手両足残ってますから、皆さんね、興味ある方は、後で声かけてください。みたいな感じで。やっていこうと思ってるの。あれ、そう、やっていこうと思ってるんだけど、まあ、その中で、そうだな、もう息切れちゃって、橋まで着いたけど、まあ、橋渡りきるまでもうちょっと喋ってるかな。そう、まあ、今日早いからね、いつもとは違う綺麗さからね。そう。あれ、まあ、まあ、私の好みはねって話の中で、そう、私ね、若い子はちょっと苦手だけども、私は年上の、イケジー、
都市の池 G とか渋 G が好きです。みたいな話をして、うん。そう、もちろんね、私は別に日本に住んでる以上、結婚することできないので、はい。結婚できすることできないので、もう奥さんと別れて結婚してくださいなんてことはありません。大丈夫ですよ。そう。うん。で、私ね、ほんまね、豆な方が好き。豆な方はね、ちょっと苦手なの。私もあんまり豆じゃないし。うん、まあ、そんなわけで、まあ、できればね、2、3ヶ月に1回、ゆるく付き合えるぐらいの感じの方が、好みですと。うん。ダメですか？もし奥さんにバレたとしても、いや、俺は、あいつとは男として付き合う、あいつは男だと思って付き合ってるんだって、男同士として、友達として付き合ってるんだって、白を切ってもらっても大丈夫。もうそれ、そんなことは今まで何度もあったから、それくらいで傷ついたりしません。そう、うん。まあね、もう片腕、一人だけ残ってくれてる私の、まあ、現在の彼氏も、もう少しで、ちょっと、残念な結果にはありそうなので、まあ、もしかしたら、両手両足全部空いてると言っちゃってもいいかもしれないですね。はい、そんなわけでね、私の心情を、今のね、ちょっと切ない心情を、歌いたいと思うんですが、え、何？どうして終わりそうなのかって知りたい？まあね、そう、まあもともと友達なんだけど、奥さんも友達だし、奥さんが友達で、奥さんが、その友達が結婚して、旦那さんと知り合って、私も、家族ぐるみで、付き合いさせてもらってるっていう関係だったんだけど、まあね、子供がどんどん大きくなってね、今お嬢さんが大学生なんだけど、まあね、友達のね、友達はね、私の友達は全然気づかないんだけど、そう、お嬢さんがね、私とその彼との関係に気づいちゃって、そう、別れないんだったらお母さんにバラすっていうふうに脅されてるみたい。まあ私はね、もう別に、もうさ、本当、お付き合い結構長いので、もうどうでもよくて、いや、別れればいいんじゃん、みたいな感じなんだけど、まあ彼の中では、まあ一緒に過ごしてきた時間も、奥さんと同じぐらいの長さのもんだから、なかなか、まあ別れようって話にはならないみたいなんです。まあ私の心情と言ったら、まあちょっと彼の心情に近いかもしれないけど、ちょっと最後に一曲歌いたいと思います。プリンセスの M です。私の本名は M なので、まあもしかしたら彼の心情かもしれないと思って聞いてください。みたいな感じで話していきたいなと思ってるのよ。もう大体もう喋り切っちゃって、リハーサルもこれでいいじゃんっていう感じになっちゃったけども、まあ走り渡り切ったらもう一回、頭の中で整理しながらやっていきたいと思います。大体ね、今喋って10分ぐらいだよね。そう、曲入れてまあ10分。そうね、10分にはちょっと長すぎるのかな。そう。まあね、タイムウォッチ持ちながらってわけじゃないから、まあね、ちょっと、どうなるかわかんないけど、うん。まあね、タイムキーパーさんがいて、タイムキーパーさんが、あと何分とか出してくれれば、あとはね、まあ、スパッと切り上げて、それでもいいかな、とか思ってます。はい。ね、緊張してるっていうふうに、まあ、昨日ね、友達から、インスタでメッセージもらって、なんか明日、何年かぶりに一人だったらしいじゃんって話になり、そう、緊張してるって言われて、そう、緊張はしてない。でも、緊張はしてないけど、不安がいっぱい。ぶっちゃけ大丈夫？ってか私本当大丈夫かしらって、本当声出ないんだけどっていうふうに、思ってるんだけど。でも、私ね、まあ、昨日も言ったかもしれないけど、舞台の上で、ダンスとか、MC とか、まあ、トークとか、まあ、全然緊張しないわけよ。そう。でも、ステージの上でソロで歌うのはぶっちゃけ初めてなんだよね。
だから、まあね、そのアカペラっていうのは、まあ私自身が心を、心をさらけ出すっていう意味もあるんだけど、まあ、やってみたいっていうのが正直なところかな。だから、不安も不安だけど、まあ、楽しみは楽しみだよね。そう、まあなんとかなるし。そんなね、私がね、急に、ここで交通事故あって死んだりしない限り、11時からだから、今4時半でしょ？6、7、8、9、10、11。そう、だいたい6時間半後にはもうステージの上なわけじゃん。今更こんなところでね、ジタバタしたってどうにもならないから。うん、まあ、なるようになるっていう感じで。もう落ち着いたもんよ。そう、あとは、まあちょっとね、音源聞きながら、仕事しながら、まあもちろんね、今歩いて職場に向かってるわけだから、あ、そうだそう、今週最後だね。今週最後の、リビルド宝石の訳ありダイエットウォークの中で、まあリサーサルしてるんだけど、もちろん今日仕事行くわけだから、仕事でね、まあだいたい2時間半か3時間ぐらいだよね。ずっとまあ音源聞きながら、イメージを高めて、で、まあ、シナリオもちょっと組み立てしながら、おしゃべりしていきたいなと思ってます。うん。そう、そうね、まあ、ね、私もさ、喋り始めると、あっという間にね、10分、20分喋っちゃうからね。そう。まあ、今日はね、割合と乗ってるよね。うん。多分気分が高揚してるんだった。そう。だって視聴者の方にね、インスタでね、私ね、だんだんね、バレてきて、YouTube のコメントは嫌がるくせに、まあ、インスタで DM もらうと、まあ、喜んで返信してるっていうのが、なんかちょっと、バレ始めてて、なんかYouTube でいつも見てるんです、みたいな感じで、インスタグラムの DM でメッセージもらうことが最近ちょっと、あるのね。で、まあ、ずっと SNS で育ちしてて、まあ、Facebook のアカウントも YouTube のアカウントももちろんあるけども、まあ、一通りね、アカウント持ってて、クロスポストをできるように、そう、ザピア使ってクロスポストをできるように仕付けてあるんだけど、うん。まあ、その中で、各方向に散らばってた人たちが、まあ、ちょっとずつね、私を探して、どこを見てれば最新情報がキャッチできるんだ、みたいな感じで、探して、まあ、インスタにたどり着くというパターンが多いらしくて、まあ、それで、まあ、インスタでね、メッセージもらったりすることがあります。最近ね、そう。まあ、昨日ほんとそんな中で、ばったり、以前私が空中ダンサーでダンスを踊った頃に衣装を担当してた、衣装を担当してくれたね、女の子が連絡くれて、そう、ウイルをたくさんもらったんだけど、もらってくれないみたいな感じで連絡くれたの。そう、まあ、彼女はね、なんだっけね、洋服とかを、まあ、ヤフオクが始まった頃から洋服の転売とかを専門にやってて、そう。でもね、本職は看護師さんなの。看護師のお仕事しながら、まあ、洋服の転売っていうか、まあね、転売やってて、よくね、私がさ、まあ、私が着る服って、まあ、今も大きいけど、まあ、大体さ、大きいサイズじゃん。そう。で、大きいサイズで売れないのとかは、私のところに持ってきてくれて、まあ、これ着てって感じでよく洋服もらってた関係なの。で、自分でね、洋服作ったりするのも好きで、そう、私の恋中の衣装とか、彼女が作ってくれて、そう、うん、作ってくれたし、うん、そう。私のインスタかな、まあ、過去の写真集の中で使ってた、ウェディングドレスなんかも、彼女が作ってくれたやつなんでね。そう。まあ、そんな感じで、彼女と再会し、みたいな。彼女はさ、LINE に送っても全然既読にならないし、そう、Facebook に送っても既読にならないし、YouTube でどっかアクセスの仕方ないかなって見たら、そう、概要欄にインスタグラムがあったから、あ、インスタかみたいな感じで、見つけたら、どうやら更新されてるらしいっけ、まあ、DM 送ってみたみたいな。DM 送ってみたら反応あった。あ、発見みたいな感じで。恐ろしいや。まあ、YouTube で活動してるうちに、そのうちみんなに所在はバレるだろうなと思ってたんだけど、まあ、意外と早かったね。だいたいまあ、位置に発見されたあたりからもう、まさかね、位置に発見されて、
で、まあ、ちょっとお茶しようよ、みたいなね、お茶敷いて、まあそっから3日4日もしないうちに、舞台にもう一回立つの、みたいな、ステージに立つの、みたいな感じ。だから、と、まあでもね、勢い乗ってる時はこんなもんだし、まあ精一杯ステージの上で、ヒルビル放送局のちょっとお話も入れていきたいな、と思ってます。そう、いや、よーっと太陽が出るな。でもちょっと今日は黄砂っぽい空だね。スカイブルーって感じじゃない感じ。まあ今日は、お仕事終わったら、まあバスで、まあいつも歩いて帰ってるんだけど、バスで帰って、バスで帰ると、まあ大体ね、いい時間帯があるのよ。ちょうどいい時間帯があって、バスで帰ると、いつも、もう頑張って歩いて、9時15分ぐらいに、まあ、部屋に着くって感じなんだけど、バスで帰ると、だいたい、9時10分ぐらいにはもう着くんだよね。で、しかも汗かくことなく。うん。そこから準備して、準備してたから、パパってメイクして、パパって髪に作って、パパって着替えて、そうね、ほんともうほんとガチガチのさ、ガチガチのメイクはしないからさ、うん。そう。いやね、たまにドラッグクイーンみたいにガチガチのメイクしたいのを見てみたいとかやれるんだけど、私ね、ドラッグクイーンみたいなメイク自分でやったことないからさ、できないんだよね。人にやってもらったことはあるんだけど、うん。まあ、練習もしてないし。まあだからね、ナチュラルな感じの、そう、ほんとなんか、やりきないパートのバチャみたいなメイク。だって、ちょっと前に誰かに言われたな。そう、うるせえクソババとか思ったけど、うん。そう、まあ、そんな感じで、まあ、早々というか、サクッと帰って、準備して、で、10時に、エッチのね、旦那さんが迎え来てくれて、私車運転しないからさ、迎え来てくれて、で、そこからまあ、会場までだいたい1時間ぐらいかな。で、着いたらすぐにステージ。もちろんリハーサルなんかないよ。そう。あのね、まあ、地方のそういうステージに、頻繁に立とうと思ったら、そんなね、リハーサルとか、そんなの期待しちゃダメよ。そう、常に一発勝負。そうなのよ。うん。まあまあ、それもね、まあ慣れだから。そう、まあ、もうほんとダンスもそうだよ、ほんと。じゃあ、裏、ここで着替えてもらいますよって、ここで着替えて、着替えたら、じゃあ、2分後に出演でーす、みたいな感じで、はーい、みたいな感じだからさ。そんな感じだから、もうほんとに、もう常に一発勝負、みたいな感じ。うん。だから、まあ多分今日もそうだよ。そう。じゃあ、まこちゃんよろしくって、マイクこれねーって、音入ってるから大丈夫よ、そのまま喋ってもらっていいよ、みたいな感じで、じゃあ行ってらっしゃい、みたいな感じで、ダダって出ていて、あー、こんにちは、みたいな感じから始まるのが、まあ、絶対今日のパターン。恐ろしいよね。多分さ、そういうところに、ほんと、飛び出し慣れる、てる人と、てか、飛び出すの平気な人と、平気じゃない人がいて、まあ、平気じゃない人は、もう本当、まあ、聞いた話だと、もう何回出ても緊張して、もう、ステージに立つ2日3日前から、もうご飯食べれないんですっていう人いたんだけど、いやいやいや、私は全然そんなことないし、なんだって別に直前までビール飲んでて、そのままお酒飲んだ勢いで行ったっても全然いいんじゃないのみたいな感じだけども、いやいや、そんなことも恐ろしくてできませんみたいな人を聞くと、まあそういう人もいるんだなって感じです。で、いつも聞いてます。ただ私はね、全然そういうことなくて、そう、まあ不安とか緊張はあるけど、まあまあ、まあまあまあ、時間が解決するといった感じですね。そう。そうしてるうちに、まあとても当たりきって、なかなか始めないなと思ったでしょ。微妙に多分ね、本番マイク渡されてバテ出たら、マイク持ってバテ出る時よりも、今の方が緊張してる。だって始めるタイミング自分で選べちゃうもん。そう、まあ、ステージに立つときは自分で始めるタイミング選べないから、ね、もう一斉の手みたいな感じだけど、まあ、今日はね、とりあえず、本番、言い訳。ほんと、本番は、ほら、マイクは持ってるけど、カメラは持ってないじゃん。
カメラ持ってないし、マイク右手、左手に歌詞カードみたいな。歌詞カード持ってるあたりはもうさ、恥ずかしいけどさ、まあそうでもしないと、ねえ、ちょっとね、そう、どうかな。まあ、アカペラ GO で行けば、そのアカペラ GO の言い訳付きだったら、まあ、歌詞カード持ってても、みんな多分許してくれる。と思うんだよね。うん、まあ、イチがさ、作って、用意してる、音源も、YouTube から、YouTube の、カラオケ音源を流すって言ったから、まあ、多分さ、メロディーラインも入ってると思うんだけど、まあね、いちさ、自分のダンスチームの面倒も見なきゃいけないのに、そんなね、私に時間かけてることはできないと思うし、まあそんな必要はないよ。用意どんで何とかしてこいったら私何とかするから。そこら辺はもうちょっとね、付き合いが長いから、ちょっと信用してほしいな。まあ、たとえ3年ぶりと言っても、たとえ結果が無様であっても、そう、しっかりお客さんね、ハートをね、こっちに振り向かすことしてくるから。そう。そういう、土壇場には強いんだよね。まあ、それだけにさ、ポッドキャストもさ、そう、最初始めた時はものすごく緊張したんだけど、まあ、今はね、今はもう本当なんか、慣れたもんよ。もちろんね、乗れてる時と乗れてない時で、まあ、差が激しいし、訳ありが乗れてても、M キャストがダメって時もあるし、まあ、逆もあるしね。そう、まあね、喋る時間とタイミングとその日のリズムにもよるんだよね。そう、だからその日のリズムで、一番いいタイミングで、もう毎日喋れたら、まあ最高だけどさ、一週間として 100% もういいリズムの時が、まあずっとあるとは言えないからさ、まあそうすると、まあ、まあしょうがないか。まあそれで、M キャスの方でもちょっと喋ったんだけど、まあ確かにね、今私の、サブチャンネルの、マコイズムの方で、英語、フランス語、スペイン語、トルコ語、アラビア語、日本語で、防災情報を発信してるのよ。そう。それと、ポッドキャストで、分けあり、M キャス、今日のアウトプット、映画大人の教科書だを配信してるわけよ。そう。まあ、私自身おしゃべりしてる分には、まあそんなね、まあ許容範囲は許容範囲だけど、それを編集して、コーディングしてっていうふうね、パソコンの作業がちょっとね、もういっぱいいっぱいなの。うん。まあそれで、まあもしかしたら来週、まあもうちょっと頑張ってみてから、ちょっと M キャスト分けありを、もともとね、一つだったのを二つになったわけじゃん。それをもう一回一つにまとめようかなとも思ってる。うん。M キャスもさ、分けありも、まあ画像と一緒に入れてるじゃん。しかも毎日じゃん。そう。それのね、コーディングが、そこのコーディングがやっぱね、熱くなってきたら、そう、もうパソコン熱が熱ちゃくなっちゃって、時間かかるのよ。うん。で、まあね、まあ、私のさ、10年前のさ、レノボをさ、まあ、改造して、まあ、CPU も SSD も、メモリーもアップデートして使ってるんだけど、排熱がね、まあ、冷やすってことよ。冷やすのがね、やっぱ、万全じゃないわけ。そう。設計以上の、大容量の CPU 積んでるか。そう、だから、ね、熱が半端じゃなくて、あっちっちになると、やっぱね、動かなくなっちゃうわけよ。そう。まあ、それで、もう一台、コーディングとかのね、まあ、ほっとけばなんとかなるみたいな感じの作業用にパソコンを買うか。そう。まあ、ノートのね、1万2万のノートでいいわけよ。そう。うん、1万2万のノート買ってさ、そう、SSD はさ、2、3000円のでいいじゃん。そして、メモリもね、乗っかるだけも8ビットもあれば十分だよ。そう。それだけで、まあ、16ビット、8ビットだね、8ギガだって十分だし、まあ、それだけでね、まあ、半日ほっとけばね、大抵のコーティング、そう、30分、40分のコーティングなんか終わると思うから、まあそうやろうと思うんだけど、まあそれにしてもね、今日、今すぐに、帰れたわけじゃないから、まあしばらくの間、ちょっと、訳ありか、M キャストを、一
片方だけにしようかななんてのも思ってます。まあ、そんなわけで、会場に着きました。おじやの、突然始まるよ。そう。おじやの三番号の店員の皆さん、こんにちは、小川誠です。3年ぶりにステージに帰ってきました。と言っても、実はね、久しぶりにね、プロデューサーの位置にあったら、突然、出ないっていうふうなお誘いいただいて、まあね、悩みましたよ。3年ぶりにステージを出す。しかも、2、3曲歌わないとか言われて、私ね、実は、ステージに立ってね、ダンスは何度もしたよ。そう、MC もしたよ。そう、トークもしたよ。でも、人前で歌うのは、ほんと、カラオケスナックというか、まあ、100人入るぐらいでっかいね、長岡市にあったカラオケスナックで働いてた頃は、まあ、よくね、100人ぐらいのお客さんの前で、もう熱唱しまくってたけど、まあ、私ね、お客さんの前で歌うの大好きなので、と、さすがにね、こうやってイベントのステージの上で歌うっていうのは、まあ、緊張してるんですよ。そう。まあ、過去に緊張しすぎて、まあ、失禁しちゃったこともあるんだけど、今日は大丈夫。今日は LL サイズの、薄型アテント履いていますので。そう。皆さん後ろから見てもね、ほら、横向いても、もう厚さわかんないでしょ？そう。だから、緊張しすぎて、もしね、おそそしても、皆さんにご迷惑かけることはありません。だから、ご心配なく。はい。そんなわけで、今日、歌を歌っていきたいと思うんですが、実はですね、まぁ、ちょっとね、来て、あ、やっちゃったと思っちゃったんですけど、私が用意してた曲っていうのが、まぁね、他の出演者の方がもう歌うっていうのが決まってたらしく、まぁね、ポッと来ましたって私が他の出演者のね、諸先輩方をしょいて、自分の勝手な好き嫌いだけで歌を決めるってはいかないので、まぁ、用意してた歌は、今日はちょっとね、やめて、私が普段歌ってる歌をちょっとトークと一緒に挟んで歌っていきたいと思ってます。はい。と言っても、まあ、音源用意してあるわけじゃないので、そう。なんと、アカペラです。アカペラ。アカペラで、初めてステージで歌うのにアカペラで歌えるのかって言われたら、まあ、ぶっちゃけちょっとやってみないかわかんないんですけど、まあ、私自身、実は、一度はやってみたい、何度か夢を見たようなシチュエーションで、もう今日は楽しみで仕方ないんです。はい。じゃあ、まあ、何を歌おうかっていうと、私はね、まあ、出てきて、急にね、なんか変な、人が出てきたなと思った人もいっぱいいるかもしれないですが、まあ、俗に言うね、LGBTQ の Q、そう、クリスチーニングっていう、生き方をしているタイプです。はい。まあ、LGBTQ はわかんなくても、LGBT って聞いて、まあ、LGB までは、まあ、割合とね、今は浸透して、あ、L はああいう人ね、LG はこういう人ね、で、B はこういう人ね、T はよくわかんないけど、まあ、LGBT ね、みたいな、方は結構いらっしゃると思うんですが、まあ、さらに最近は先に LGBTQ の Q っていうのがついて、まあ、それクイスチューニングとかクイアとか言われるんですけど、まあ、私はそういうタイプです。はい。まあでもね、細かい説明、そこだけを喋ってると、ほんと10分、20分かかっちゃうので、今日はまあそこは置いといて、そう。まあ私はね、もともとね、若い頃は、ニューハーフのお店で働いてました。はい。で、ニューハーフのお店で働いてた時の、私より年上のお姉さんたちって、なぜか、アキナちゃんが大好きなの。うん、まあね、年頃もそうだけどね、私が今48だから、そう、私がね、アキナちゃんの、ミアモーレとか、二人静かとかがドンピシャに聞いてた世代なんだけど、まあ、キンクとかは私にとってはちょっと早かったかな、みたいな感じの世代なの。だから私より年上のお姉さんたちが、まあ、アキナちゃんが大好きっていうのは、まあ、わからないではないわけ。そう。で、そのお姉さんたちの、アキナちゃんへの思いを聞きながら、おかまばでお仕事してたから、私もね、徐々にアキナちゃんが好きになって、まあ、ちょうど今ね、長岡の T 上位長岡で、アキナちゃんの昭和史上一番売れたライブ映画の上映をしてるんですよ、今。
そう。私は今日ね、ここで頑張ったという自分の、自分へのプレゼントのために、今日ここ終わってからね、その映画見に行きます。まあ、普通の映画が今ね、1900円っていう時代なんだけど、まあね、T ジョイ長岡も、よく知ってればね、毎週1200円で見ることができるんですよ。はい。そう。なんですが、まあ、そのね、明菜ちゃんの特別上映は、2500円で、まあまあ、割合とミニマムな生活をしてる私にとっては、まあ、2500円ってなかなかなんですが、まあね、もう明菜ちゃんを大スクリーンでもう全身で感じることができるような機会って、もうこれから先そんなにあるかどうかわかんないから、今日はもう明菜ちゃんを、見に行こうと、もう心に決めてるんです。まあ、そんなわけで、1曲目は明菜ちゃんの曲をいきたいと思います。でね、明菜ちゃんの前に私は加藤登紀子さんがすごい好きで、まあ、紅の豚のね、主題歌とかも有名ですけども、そう。まあ、加藤登紀子さんが明菜ちゃんのことを大好きで、明菜ちゃんに自分の歌ってた曲をね、自分の20代の頃を40代になってから思い出して書いたと言われる、曲、ナンパセンを歌いたいと思います。そんなわけでね、アカペラなので別にマイク一本ですよ。で普段私自分で歌ってはいるんだけど、まあ、歌詞カードがないと、まあ、ちょっとね、微妙なので、ちょっとね、歌詞カード手元にあるんですが、ちょっとね、許してください。そんなわけで、ナンパセンです。そう。あ、大丈夫ですよ。手拍子するような歌じゃないですか。いきますよ。うん。たかが恋なんて、忘れればいい。泣きたいだけ泣いた。目の前に違う愛が見えてくるかもしれないの。そんな強がりで言ってみせるのは、あなたを忘れるため。寂しすぎて壊れそうなの。私は愛のナンパ船、折れた翼広げたまま、あなたの上に落ちてゆきたい。海の底へ沈んだなら、泣きたいだけ抱いてほしい。他の誰かを愛したのなら、追いかけては行けない。惨めな恋続けるより、別れの苦しさ選ぶわ。そんな一言で振り向きもせず、この寂し、別れたあの朝には、この寂しさ知りもしない。私は愛のナンパ船、愚かだよと笑われても、あなたを追いかけ抱きしめたい。つむじ風に身を任せて、あなたを海に沈めたい。あなたに会えないこの街を、今夜一人歩いた。誰もかも知らんぷりで、無口なまま通り過ぎる。たかが恋人をなくしただけで、何もかもが消えたわ。一人ぼっち、誰もいない。私は愛のナンパ船。いやー、一度ね、これやってみたかったのよ。
これ多分さ、もう2、3回繰り返し歌ってるうちにどんどん良くなると思うんだけど、今日はね、ちょっとお時間の都合があって、まあ、ささっと行きますが、まあね、まあ、こういう言い方してても、まあね、まあ、人間の三大欲求ってものはあるわけですよ。まあ、三大欲ね、ちょっとね、今日はね、お子様もいらっしゃるので、まあ、あれとこれとこれっていう風に分かってもらえば、まあね、大人の解釈していただければいいんですが、そう。まあ私にもね、私はあんまり器用じゃなくて、しかもあんまりね、豆な方じゃないんで、ね、まあ幸いというか、片手だけ、そう、ちょっと長年付き合ってる彼氏がいます。はい。ただ私はゲイじゃないので、男の人同士の好きなゲイの人は、ちょっとね、ごめんなさいなんですよ。そう。そうなんだけど、まあ、彼氏は、奥さんもいい、もう、大きくなった大学生のお嬢さんもいい、みたいな感じで、まあ、もともとね、奥さんと私が友達で、で、まあ、結婚して、まあ、そっから知り合ったって感じで、まあ、で、過去じゃ言いませんが、まあ、結婚、その後、まあ、子供が大きくなる過程の中、ずっとまあ、こっそり付き合ってたみたいな感じなんですけど、まあ、最近ね、お嬢さんにね、まあ、お嬢さんもね、ちっちゃい頃から知ってるんだけど、まあ、彼女がね、大学生になって、まあね、鋭い、女性的な顔を身につけちゃって、まあ、ついに子供にバレ。別れなかったらお母さんにチクるというあれ。まあ、大きい子じゃないけど、まあ、お母さん知ってるけどねって私の心の中で思ったんだけど、まあまあまあ、私はね、もういつかこういう時は来ると思ってたから、まあ、全然別れていいと思ってたんです。うん。でも、まあね、彼がね、ちょっと、まあそういう気分じゃないみたいで、まあちょっとおろおろしてるっていう感じなんですが、まあただ私はね、まだね、両手片足、片手両足残ってるので、まだね、皆さんね、私は私より自分より年下なイケメンくんはあまり好きじゃないんですけども、年上のね、イケジーと渋ジー大好きなので、ぜひね、私と付き合ってみたいって方がいらっしゃったら、後でこっそり声かけてください。大丈夫ですよ。奥さんと別れてくださいなんて絶対言いません。で、できれば、まあ、2、3ヶ月に1回ゆるくデートできればいいみたいな関係を望んでます。はい。で、私16時間断食ずっとやってるので、あまり食引っかかりません。はい、体大きいけどね。そう。まあ、そんなわけで、まあ、どっちかというと、私よりも、もう彼の心情を歌った歌を最後に歌って、締めたいと思います。もちろんアカペラで歌うんですが、まあ、これもね、私もね、私がね、よく歌ってる歌です。はい。プリンセス・プリンセスの M。まあ、途中でね。そう、M の M の、なんだっけ、アドレスは消せないって出てくるんだけど、私がね、本名誠ですから、そう、まあ、彼の心情かもしれない、と思って聞いていただければいいと思います。さあ、行きます。そう。行きます。ちょっと緊張してますよ。せーの。いつも一緒にいたかった。隣で笑ってたかった。季節はまた変わるのに、心だけ立ち止まったまま。あなたのいない右側に、少しは慣れたつもりでいたのに、どうしてこんなに涙が出るの、もう叶わない思いなら、あなたを忘れる勇気だけ欲しいよ。今でも覚えている、あなたの言葉、肩の向こうに見えた景色さえも、So once again。 星が森へ帰るように、自然に消えて小さな仕草も、はしゃいだあの時の私も、いつも一緒にいたかった。隣で
笑ってたかった。季節はまた変わるのに、心だけ立ち止まったまま。てててて、出会った時の、出会った秋の写真には、はにかんだ笑顔、ただ嬉しくて、こんな日が来ると思わなかった。まばたきもしないで、あなたの胸に焼き付けてた。恋しくて、あなたの声聞きたくて、消せないアドレス M のページを指で辿ってるだけ。そうはさげん、夢見て目が覚めた。黒いジャケット後ろ姿が誰かと見えなくなってゆく。 So once again、 星が森へ帰るように、自然に消えて小さな仕草もいつまでもあなたしか見えない。私も、まあ、あれ、拍手が聞こえない、みんなアゼントしてる、いやドン引き、いやどちらでもいいよ、とりあえず拍手。まあ、そんなわけで、まあ、15分ぐらい、お時間をいただいてきましたが、まあね、一度はやってみたかったっていう舞台でアカペラで歌ってみるってことも、まあ、今日はね、実現したので、本当もう最高の気分でした。これから、今日はね、これからバトンタッチして、ボールダンス。はい、お待たせしました。では、バトンタッチ。まこねです。そう。私のね、YouTube チャンネル、ひるびる放送局、は、YouTube でね、ひるびる放送局と検索してもらうと一発で出るので、ぜひね、皆さん登録してみてください。毎日、ポッドキャストを、30分、40分ぐらい発信してます。まこねでした。ありがとうございました。バイバイ。といった感じでやっていきたいと思うんだけど、なんだかんだ言って20分ぐらい喋ってる？いや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 、これ15分にまとめなきゃいけないわけなんだけど、まあ、どうだろうね。うん。そう。まあ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 、なんとかなる。まあ今日ね、いつもよりちょっと早めに出勤してきたので、ちょっと時間があるので、そう、そうね、他に用意している曲の歌詞カードを持ってこなかった。まあ、なので、まあ、ちょっと練習も含めて、もうちょっと、もう一回何パーセント、歌ってみようかな。そう。まあ、収録が動いてないとなんかテンション上がらないので、まあね、人も歩いてきたんだけど、もうそもそも今日1000人2000人の前で歌うんだから、まあ人がいてもね、さほど気にすることなく。まあそんなわけで、もう一回、あったな。今日別に歌う曲を、もう一回歌ってみようか。うん。よし。まあね、もう、そう。まあ、ぶっちゃけ当日だから、もう、なんとか仕切るしかないんだけど、あれ？あったあった。うん。愛の印。そう。
そう、歌い慣れないというか、まあ、自信がないんで、ちょっと緊張してるけど。いくよ。せーちゃんちゃんちゃん。ワン、ツー、スリー、フォー。やわなハートが痺れる。心地よい針の刺激。わけもないのに輝く。それだけが愛の印。いつか、あなたには、すべて、打ち明けよう。少し強くなるために、壊れたボートで一人、こいでゆく。あれ？音程違うね。夢の中でもわかる。めくるめく夜の不思議。じゃん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 。そう、私が覚えたのがオフィシャルじゃないやつだったから、ちょっとね、ここら辺ちょっとわかんないんだけど。うん。た、そうせ、1,2,3,4。ただの、お、ただの、思い出と、風が、囁いても、嬉し泣きの宝物、何でもありそうな国で、ただ一つ、じゃ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 んじゃん、やわなハートが痺れる、心地よい針の刺激、わけもないのに輝く、それだけが愛の印、それだけが愛の印。いやー、これはなんかほんと、なんだろう。そう。いい歌だけどね。なんかね、ちょっとね、私ね、これね、ほんと、うん。そう。そう、すごいね、詩が可愛いのよ。そう、そう。ただの思い出と、これさ、風が囁いてもってすごい可愛いと思わない？嬉し泣きの宝物、なんでもないそうな国で、ただ一つって、うん。いや、あまりね、ここででっかい声歌いすぎると、昨日さ、カラオケで歌いすぎて、声がちょっとやられてるから、まあちょっとね、うんと、あかんかもしんないけど、まあまあまあいいでしょ。で、ちょっとこれ歌うかどうかわかんないけど、ダンシングヒーローも行ってみようか。久しぶりに1時間も収録するね。まあこれ最後まで聞いてる人は、ほんとレアだよ。もしかして、もうここでしか歌わないかもしんないかね。行くよ。ちゃんちゃんちゃんは、ワン、ツー、スリー、フォー。愛してるよなんて、誘ってもくれない。キャンドルライトが、素敵な夜よ。ガラスの靴なら、夜ぞ、星屑に変えて。真夜中のメリーゴーランド、ついて行きたいよ。今夜だけでもシンデレラボーイ Do you wanna dance tonight? ロマンティックをさらって Do you wanna hold me tight? ちょうどの軌道だシンデレラボーイ Do you wanna dance tonight? 銀のシューズで踊って Do you wanna hold me tight?いやー、これはちょっとやっぱり厳しいなぁ。そう。まあ、マイク使ってるから、まあね、音響の人がうまく調整してくれると思うんだけど、いやー、自分でさ、アカプラで歌っててもこんなに歌えないと、まあ、急にしょぼんとしてきちゃう。まあ、次行こうか。2番ね。てんてん。君が好きだなんて、抱きしめてもくれない。不思議ヒーローだ。ごめん、漢字が読めなかった。不思議色のムーンライト。素敵な夜よ。瞳に飛ばすの。誘惑のレーザー。
二人だけのパラダイス、飛んでみたいのよ。いやー、なんかもうちょっと綺麗な声だったのに、まあ、いいか。今夜だけでもシンデレラボーイ、 Do you wanna dance tonight? 熱いビートを鳴らして、 Do you wanna hold me tight? スパンコールのシンデレラボーイ、 Do you wanna dance tonight? 夢の扉を開いて、 Do you wanna hold me tight?ビーズのため息、夜空にこぼして、ステップ踏むエンジェル、感じてほしいの。今夜だけでもシンデレラボーイ、 Do you wanna dance tonight? ロマンティックをさらって、 Do you wanna hold me tight? Do you know? ハート熱く火花散らして、もっともっともっと熱く熱いビートを鳴らして、Do you wanna hold me tight? やばい、これ好きなのと歌えるのはやっぱ別だよね。そう、まあ一がね、どうせも愛の印とダンシングヒーローを歌えって言ったら、まあまあ頑張るよ。そう、まあね、一がね、私が前線というか、ずっと素潜りした間に、もうものすごくね、プロデューサーとしての実力つけて、本当頼りになる姉貴になったわね。まあ、年下だけどね、姉貴になったから、まあね、一にね、ね、残念な顔させないように、まあ、頑張るしかないと思ってるの。うん。まあ、ちょっとね、時間がなかったけども、まあ、今度からちょっとまめにね、もうちょっとまめに、カラオケボックス行くか、まあ、ちょっと歌うとかして、もうちょっとね、まともに声が出るように練習したいと思うんだけど、そう、まあもうちょっとあるので、もう一回何パーセント歌おうかな。そう、なんかね、まあ、ちょっと今日ね、朝一発目だからさ、起きて、一回もでかい声で歌ってないから、まあ、何回か歌ってるうちに感が戻ってくるわけよ。だからさ、ほんと、朝一発目からさ、テレビで出て歌ってるさ、アーティストの人とか、ほんとすごいと思うわ。なんか、二度目緊張する。たかが恋なんて、忘れればいい。泣きたいだけ泣いたら、目の前に違う愛が見えてくるかもしれないと、そんな強がりを言ってみせるのは、あなたを忘れるため、寂しすぎて壊れそうなの。私は愛の何パーセン、折れた翼広げたまま、あなたの上に落ちて行きたい。海の底へ沈んだなら、泣きたいだけ抱いてほしい。他の誰かを愛したのなら、追いかけては行けない。惨めな恋続けるより、別れの苦しさ選ぶわ。そんな一言で
振り向きもせず別れたあの朝にはこの寂しさ知りもしない私は愛のナンパ船愚かだよと笑われてもあなたを追いかけ抱きしめたいつむじ風に身を任せあなたを海に沈めたい。あなたに会えないこの街を今夜一人歩いた。誰もかも知らんふりで無口なまま通り過ぎる。たかが恋人をなくしただけで誰もかもが消えたわ。一人ぼっち誰もいない。私は愛のナンパ船。いやそう、本番前にもう1、2回歌えればもうちょっとマシになるかもしれないね。まあ、行きの車の中で歌えるかもしれない。そう。まあ、そんなわけで、もう1回歌えるのかな？そう。まあ、もう1回ぐらい歌えるかな？さあ。じゃあ、M をもう1回歌って、お仕事行きましょうかね。そう。いいの、今日は。うん。もう65分も喋ってるね。OK。いくよ。そう。いつもいい。ごめんごめん。そう。これが前歌ってた時の自分のキーなんだけど、このキーで今ちょっと歌えないから、もうちょっと2つぐらいキー下げて歌ってる。うん。いつも一緒にいたかった。隣で笑ってたかった。季節はまた変わるのに、心だけ立ち止まったまま、あなたのいない右側に、少しは慣れたつもりでいたのに、どうしてこんなに涙が出るの？もう叶わない思いなら、あなたを忘れる勇気だけ欲しいよ。今でも覚えている、あなたの言葉、肩の向こうに見えた景色さえも、So once again、 星が森へ帰るように、自然に消えて小さな仕草も、はしゃいだあの時の私も、いつも一緒にいたかった、隣で笑ってたかった、季節はまた変わるのに、心だけ立ち止まったまま、出会った秋の写真には、はにかんだ笑顔、ただ嬉しくて、こんな日が来ると思わなかった。まばたきもし、ここ歌えない。まばたきもしない、まばたき、あれ、これ後でちょっとチェックしよう。まばたきもしないで、あなたを胸に焼き付けてた。恋しくて、あなたの声聞きたくて、
消せないアドレス M のページを指で辿ってるだけ So once again 夢見て目が覚めた黒いジャケット後ろ姿が誰かと見えなくなっていく So once again 星が森へ帰るように自然に消えて小さな仕草もいつまでもあなたしか見えない私もあれあれも最後の方どうして締めくくればいいの。いやーどうしよう、どうしたらいいのかしら。そう、あと何時間あるの。6、7、8、9、10、11、6時間。あー、まあ歌いながら小声で歌ってますかね。そう、まあちょっとどこまでいけるかわかんないけど、まあ頑張りましょう。うん、そう、やるだけやるしかないですね。そう、もう自分の中で奮い立たせないとどうしよう、本当にもうテンパってるよ。そう、これ以上歌うと多分また声が潰れちゃうから、まあまあまあこれで、まあそんなわけで、もう今日70分も喋ってるけど、まあ最後まで聞いててくれた皆さん、ありがとう。そう、まあ精一杯頑張るので、また来週、もしくは今日の、10時から放送する M キャストは、ステージが終わった後に収録してると思うから、まあそのね、お話も、また、してると思いますので、急いで気になる方は、今日の M キャスト10時からご視聴ください。で、まあ、来週でもいいやって方は、まあ、来週月曜日多分ね、どんな話になったかっていうのをお話しすると思いますので、ぜひ、来週の月曜日も朝6時から、わけありダイエットウォーク、ヒルビリ補足局わけありダイエットウォークの、マコネのポッドキャストをお聞きください。いやー、久しぶりに70分も喋ったな。でも、だいぶ声が出て、リラックスできたから、まあよかった。まあ結果は終わりって答え。そんなわけで、また来週。バイバイ。